原旅客機の急降下でした。で、今回は飛行機で新潟へ、そこから電車で会津若松、米沢へお城漫遊に行きました。やってきました米沢。米沢城は約200年伊達氏の居城でした。慶長3年に上杉景勝が120万石で入府後、江戸時代を通じて上杉氏の居城として利用され、江戸時代屈指の名君として知られる上杉鷹山などが知られています。現在本丸跡は上杉神社の境内となっています。内堀には米沢鯉でしょうか。明治時代に上杉神社の参道として架けられた舞鶴橋、今は石造りの橋ですが、江戸時代は木製の太鼓橋が架けられていた。そして本丸に入ると上杉鷹山公の像が。鷹山が藩主になった頃の米沢藩は財政破綻状態でした。鷹山は倹約令や産業振興を図った改革を実行し、米沢藩を再興に導きました。江戸時代の名君の一人に数えられています。上杉景勝と直江兼続像。米沢藩の初代藩主となった上杉景勝と直江兼続の像は、大河ドラマ「天地人」の放送記念で建てられたようです。特に直江兼続が愛の字の兜を使っていたことは有名ですね。三の丸から二の丸を望む。内堀の向こうは二の丸。旧上杉伯爵邸。二の丸跡には米沢市上杉記念館がある。本丸南側には菱門橋。本丸御殿から藩主が出入りする橋で厳重に警護されていた。内堀左手は上杉謙信指導跡。本丸内にある上杉神社。上杉神社の北西と北東に三階櫓に木を設けていた。明治7年に建物を払い下げて取り壊しされた。明治9年に藩祖上杉謙信を祀る上杉神社を建立した。本丸の指導に安置していた謙信の遺体を町外の上杉家廟に移した。本丸は一辺が150メートルほどであり、今は上杉神社や慶長殿などが建っています。天守はおろか石垣すらない城跡ですが、独眼竜で有名な戦国大名伊達政宗がここ米沢城で誕生しています。また上杉謙信、謙信の後を継いだ上杉景勝、慶長3年秀吉の命により120万石を与えられて会津に入り、米沢には重臣直江兼続が入りました。直江兼続の友人で歌舞伎者でも有名な伝説の武将前田慶次など戦国時代の有名人が揃っています。ここは上杉ファンにたまらない場所でしょうね。